絶好調に。おはようございます。先にひとりさんの言霊言っとこう。今日のひとりさんの言霊は、頭がどんどん良くなる、自分の頭が大好き、今日もいろんなことがあった、いろんな経験をした、仕事もした、テレビも見た、人間関係で少しトラブった、何をしても少しずつ少しずつ頭が良くなる、寝ている時も起きている時も少しずつ頭が良くなる、そんな自分の頭が可愛くなるほど大好きになりますね。なんか昨日の朝はね、緊急事態宣言、東京大阪以外は解除な方向でみたいな、報道されよったんやけど、なんか昼過ぎぐらいの福岡県知事のね、知事の言ってるのを聞くと、まだ解除できる段階ではないと、やっぱり100人以下にならないと解除ができないみたいなことを、言ってたので、まあ延長になるんでしょうね。でまあひとりさんの言霊のように、とにかく何もしない時でも頭はフル回転でね、もうそうなればもう築地支援金っていうのが今申請できるようになってるので、築地支援金ね、毎月の収入が落ちたら落ちて、もうねこれはもう完璧に、落ちると思うので、それをちゃんと請求できるものは請求をして、もうそれでね、保証をどうにかしようかと思います。でしっかり市の方にね、助成金の、増額とかいろいろ、とにかくお金はね無尽蔵のようにあるので、なのでそのお金をね、こういう太い大河が、お金という大河が流れてるんですよね。そこから少しね、うちに医療費削減とかいろんなアイテムを使ってお金が流れてくるようになるように頭を使うね。まあひとりさんとこのね、代理店のようにひとりさんの商品がバンバン売れて、やれるのがベストなんやろうけど、まあもうここはもう向き不向きがあるんでね。まあ一応代理店になってるので、いつでも売れるので、そこはもう流れに任せます。もう本当にもうそんな頑張らない。運動、すごい今月、いやぶっちゃけ今月5万ほど足りなかったんですよ。でもまあどっちね、俺が裕福で豊かなにな生活ができるぐらいのお金は入るって、もうこうなんていうの、もうそういうルーティーンがね、頭の構造がそうなってるので、で、まあ、一個気をつけておくのは、もうとにかくワクワクして、毎日楽しんで、なので、ね、DTB とか笛吹いたりとかいろいろ楽しんで、やってたら、きっちりきっちりで素晴らしいですね。でこの間ある人の、YouTube 見てたら、お金が余ってるっていう感覚を作ってください。財布の中に、あ、1万円余ってるんや、まだってね、その余ってるっていう波動がどんどんお金をやっぱり余らせてくれる、引き寄せてくれるそうです。でそうしてたら、いや本当感動するけど、前は昔はね、きっちりお金が入ってきよったけど、最近はきっちりプラス余裕でお金が入ってくるようになってきたんでね、これは本当に面白いんやけど、ちゃんと今月も楽で、結構ギリじゃないけど、なんかとにかくドキドキワクワクしながらお金が入ってくるんでね、今回はそっちから入ってきたかみたいな感じで入ってくるので、これはめっちゃいつも楽しいですね。はい、ということで、もういいよな。今日は糸の日ですね。糸、あ、どうしよう、まあ、でも昨日久しぶりにお母さんね、この間お母さんの面会の日を全然忘れてて、行ってなかった。久しぶりに行って、
久しぶりに行ったらね、もう完璧に俺をきよみ兄ちゃんと間違えてましたね。あんた、あら、あんた、まさとね、きよみじゃないんね、つって。まさとよーって、ね、まあまあ、いいんです、そこは、もう。でもね、素晴らしい笑顔でね、笑顔なので、そこは本当になんかもう、どんどん笑顔だけはすごく良くなっていってるんでね、お母さん。本当ありがとうございますね。そういう認知症になろうかと思いますよ、俺も。いつも笑顔のいい認知症に。ね。はい、今日は糸の日なので。プチ。どこに行った？いや、やっぱ音符を置いたら、もう大体音符覚えてるのに音符を置いたら頭こんがらがる。ちょっとこっから。OK! こういうね、練習しながらのも見てもらいましょう。ああ、もうやっぱ楽譜見らん方がいいやな。い、こんな感じで、ね、昨日はお母さんも元気でした。今日も笛が吹けたので、よかったね。はい、ほほははは、ほほははは、イエーイ、いいぞ、いいぞ。
イエーイ、よし、大丈夫、手順かよ。大丈夫、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 なんとかなる、手順かよ。なんとかなる、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 ついてる、手順かよ。ついてる、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 よし、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。緊急事態宣言がまた伸びるんやったら、あれやな、33巻の巡りが全部いけるかもしれないですね。はい、頑張ろう。よし、ちゅうことで終わりましょう。ついてる笑顔で、な、プチ。